星の王子様、王子と狐より。もう誰も忘れちゃったけど、と狐は言う。絆を作るってことだよ。絆を作る？そうなんだ、狐は言う。おいらにしてみりゃ、君は他の男の子10万人と何の変わりもない。君がいなきゃダメだってこともない。君だって、オイラがいなきゃダメだってことも多分ない。君にしてみりゃ、オイラは他の狐10万匹と何の変わりもないから。でも、君がオイラを名付けたら、オイラたちはお互い相手にいてほしいって思うようになる。君はオイラにとって世界で一人だけになる。オイラも君にとって世界で一匹だけになる。分かってきた、と王子様は言った。人とのつながりはこうやってできていくんですね。十万分の一が一分の一になる。これが絆を作る、人とつながるってことなんです。さようなら、と王子様が言うと、さようなら、と狐が言った。オイラの秘密だけど、すっごく簡単なことなんだ。心でなくちゃよく見えない。物の中身は目では見えないってこと。バラのためになくした時間が、君のバラをそんなにも大事なものにしたんだ。人は本当のことを忘れてしまった、と狐は言った。でも君は忘れちゃいけない。君は自分の名付けたものにいつまでも何かを返さなくちゃいけない。君は君のバラに何かを返すんだ。僕は僕のバラに何かを返す、と王子様はもう一度繰り返した。忘れないように。